皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作意欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。前回の動画で、ハロウィンのイベントに参加したわけですけれども、その後なんですけども、ちょっと食中毒に見舞われまして、先週はちょっと体調がかなり悪かったんですけれども、まあ寄せばいいのに、ちょっと生の牡蠣を食べたもんですから、見事に大当たりしちゃいまして、ちょっと嘔吐と下痢がちょっとひどいことになったんですけども、まあ、牡蠣、生牡蠣だったっていうことで、ちょっとノロウイルスだったんじゃないかって思ったんですけど、まあノロではなかったようですね。まあ一回そのひどい症状になって、その次の日にはもう症状なくなっちゃったんで、まあ多分ノロではなかったんだろうと思います。で今回は購入品のご紹介です。それがこちらです。はい、ブラック&デッカーのマルチエボ、ベーシックですね。一番この標準の構成のセットとなるんですけれども、ブラック&デッカーの電動ドリルですね。その中でもこの先端を取り替えて使えるマルチエボ、それのベーシックになります。飼い主さんで買いました。でまあこのマルチエボなんですけど、まあセットにはまあいろいろパターンがありまして、まあこれが一番簡素なセットになるんですけれども、これとは別にこの先端のアタッチメントが4つついてるマルチエボプラスっていうんですかね、そういうやつもあるんですけど、まあ、とりあえずはまあ、ネジが締められて穴が開けられて、でまあ多少板を切ることができて、まあその板をこう三段掛けできればいいっていうことで、まあとりあえずはこれで事足りるのでコンセントを買いました。まあ、なぜこれ買ったかと言いますと、まあ、今後、まあ、DIY をやっていくにあたって、やっぱ工具っていうのがちゃんとしたものが欲しいなと思ったんですけど、まあ、欲を言えば、当然そのこういったドリルドライバーとかの工具はそれぞれ、まあ、機能ごとに一つずつこう特化したものを持てればいいんですけれども、まあ、最初DIY の取っかかりには、まあ、こういった感じのものでもいいかなと思って買いました。開封していきます。まあ、この店に置かれてた状態でこれ、専用のケースに入ってるんで、まあ、これ以上の入れ物は必要ないかなと思うんですけど、開けていきます。さあ開きます。結束バンドで止まってますね。落ち込むと、はい、今度こそ開きますね。よっと、じゃあとりあえず出していきますね。説明書と、それからカタログですね。まあ、2015ってなってますけど、基本的には2015年から多分仕様は変わってないんだと思いますね。バッテリーですね。1.5Ah18V。これが2つありまして、1つはもう本体についてます。こちらが充電器です。こちらがジグソーヘッドですね。はい、それからこちら、まあ、アイロンみたいな形してますけど、これサンダーヘッドですね。それから多分これがドリルビットとか多分ジグソーの刃も入ってるのかな。それから、サンダーの
サンダーの顔を取り替えるヤスリのところですね、ヤスリの、80番と120番ですね。でもこんなもんついてますけれど、こちらが先ほどの、このサンダーヘッドのこの横に開いてる穴のところにこうカチャッとつけて、こちらをホコリをこう集める集塵機に つけるところですね、これはね、はい、そしてじゃん、こちらが本体ですね、こちらに、先ほど言ったもう一つのバッテリーがついてます。でこちら、あらかじめこちらにはドリルドライバーのヘッドがついてますね。でこのヘッドはこの上についてるこのボタンを押しながら前に引くと、おっとこんな感じで外れます。でこの横についてるこのこっちは左右にこう押すことで、ドリルの回転方向が変わりますね。でここに LED ランプがついてるので、まあ、多少暗いところでも作業はできますということですね。まあ、バッテリーは若干残量あると思うんですけど、はい、こんな感じですね。ドリルドライバーのヘッドの上のところにこう数字が入ってます。こちらが、まあ、締め付けのトルクですね。まあ、精密機械とかのネジを締めるときはこの1番を使って、まあ、まあ、木にネジ止めするときなんかはこの3番から4番を使うそうですね。10段階までありますけど、このフルパワーはおそらくあんまこう使わないらしくて、まあ、木にドリルで穴を開けるときくらいだそうですね。まあ、持った感じのこの重さですけど、まあ、これで 1.5 キロあるので、まあ、ちょっと小型のノートパソコンくらいありますかね。こうやって LED が光ります。はい、というわけで、やっと自前の工具展示することができたわけですけれども、まあ、早速ですね、これを使って、作ってみたいものがあるので、次回以降その作業の方を見せていけたらなと思っております。というわけで今回も動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。よろしければ関連動画などから別の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。